日産、ティアナの自発光式、メーターレクサス LS の自発光式メーター自発光式メーターは、自動車のメーターの方式で、キーをオンすると常にメーターパネルの文字や針が光る、メーターである。夜間のみ、文字や指針が発光するのではなく、昼夜問わず発光しているように見せるメーターである。そのため、常時発光式と称されることもある。この形式のメーターは、 パネル全面をブラックアウトして盤面の文字と針を発光させるものとして始まったが2000年代後半以降は旧来の文字と針があらかじめ映っているメーターで常時発光形式を取るものも登場しているブラックアウト型自発光式メーターはメーターカバーをスモークグラスにすることで透過率を20%程度まで落とし逆にバックライトの照度を高めることで 指導時のミパネルが見えるようにしている。オンであれば、常に点灯するが、社服等々の点灯、消灯と連動して焦度が若干落ちる。常に、メーターが発光しているため、白母時でもヘッドライトを点灯しない車が見受けられる。大抵の場合、全消灯点灯表示灯が、メーターパネルに備えられているほか、焦度コントロールが装備されている。 1989年10月に登場、投入されたトヨタセルシオが初採用した。その後、1990年代には、従来の透過照明式メーターや巨像式、デジタルメーターに代わって高級車や上級乗用車を中心に多く採用され、現在は軽自動車や商用車までに広く普及しており、2010年代になると大型トラックにも取り入れられている。 もっとも、日中であれば発行せずとも十分な視認性を確保、できるため、機能的な意味合いは、ほとんどなく、日本車以外での採用例は少ない。欧州車などは、2010年代以降液晶パネルを用いたメーターへの移行が始まっている。ありがとうございます。